小崎チャンネル。ちょっ、こんにちは。さあ今日は、はい、ローテローテ、はい、ということで、はい、昨日の動画、うん、見ましたよ。はい、始球式。あ、見ます。そうだそうだ、はい、振りかぶった理由、はい、わかりました。教えてもらったんですか？そうなんです。あの直前に片岡さんに教えていただいて、はい、片岡さん解説行ってましたもんね。そうです。はい、はい、で解説席と控え室がすごい近かったんですよ。隣ですもんね。はい、うん、なので遊びに来てくださって、はい、で、あ、じゃあちょっとアドバイスくれるということで、はい、ワインドアップの方がかっこいいからって言って、はい、で私としてはあのワインドアップで練習してなかったんで、はい、大丈夫かな、はい、もし格好をこうしたせいで暴投するのも嫌だなっていう気持ちもあったんですけど、うんうんうん、でも私は分かりました、うん、こうワインドアップをして、うん、この決めてた形に戻ってくれば何の影響もないと思って、うん、でワインドアップにしました。で、まあ、もちろんそれを練習したんですよね。それがあの私これ言ってびっくりしたんですけど、うん、直前まで六大学野球やってたんですよ。そう、今ね、4時過ぎまで、うん、でブルペンとかそういうもうキャッチボールできるような場所は現地選手が使ってると、うん、なので一球も練習できませんでした。もう私もどうしようと思いました。一球も投げる場所がなくて、うんうん、で何やってたんですか？なので、まあ、あのフォームと練習、シャトビッチ君、うん、あの控え室でもうここからこういってこうでこうくるみたいなのをずっとやってました。こうくる最後できてませんでしたよね。そうなんですよね、やっぱ本番違いますね。あの右足ズズズってなってませんでした？だからギリギリになったんですよ。あれ右足前にちゃんと出してたら、はい、確実にキャッチャーこう取ってたんですよ、うん、そうですね、うん、でもあのいや、まあ、届いてよかったなと思うし、うん、でもキャッチボールできてたらもうちょっと力強くいってたんじゃないかと思うところもあるし、うんうんうん、あの嬉しさ半分、ほっとした気持ち半分、ちょっと悔しさもだからちょっと残るんです。でもあれですよね、うん、あの練習してないのによくちゃんとできたっすね。本当ですね。いや、良かったですよ。でしかも高級だったんで、うん、初めてのね、投げてないんで、いや、ぶっつけ本番で1球しか投げられなくて高級なんで、うん、いや、これどうしようとね、これで大暴走をしたら佐藤さんに教えてもらったのに、うん、なんか面接不詳なことしたくないなと思うし、うんうん、結構だからプレッシャーがありましたよ。でも届いたからちゃんとやってたっすね、こうやってやってました。あの写真とかね、こうちゃんと顔より高いところに残ってました。ほんと投げるときに結構集中してて、うん、言えばあんまりこのバクバクするって言ってた、みんな言うんですけど、結構冷静だったの、うんうんうん、なのでよし、 C の形に指を引っ掛けて、うん、でふうってやって、うんうん、ワインドアップから、いや、ワインドアップは飾りだと思って、うんうん、ここに戻って上げてここに投げるって、すっごいちゃんと冷静にやりましたもん。こうなってたっすからね、右足が。そうそう、こっち意識しすぎて足が前に出なかったんですよ。あとマウンドがやっぱ高かったです。ああ、うん、そう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 、高いからね、神宮ね、はい、でもまあまあまあ、でもうまくいけてよかった。ありがとうございます。いや、もう本当に嬉しいし楽しかったですね。うん、さあということで、はい、ロッテ、はい、ドラフト1位が、うん、あ、そういえば僕ロッテなんて言ってました？あ、ロッテはですね、うん、小園投手が1位だって言ってましたね。あ、言ってました、はい、うん、でそれと、あ、それと、まあ、先発が欲しいっていうのと、うんうん、投手と捕手を獲得、うん、まあ、1位小園、2位松川で、もう一律和歌山の2人取ろうって言ってた、言ってましたね、うん、でもまあ松川君に残ってるかななんて話はしてましたけどね、うん、はい、で3位とかで、うん、松田の交代、太田とか、はい、取っていこうみたいな、ね、あと山田投手、森投手とか、うん、左ね、うん、そういうところもう欲しいかなって言ってたところでね、うん、まあ、太田選手はね、ジャイアンツにドラフト1位されたんでね、はい、まあ、そこは残ってないっていうところで、うん、なんと1位、はい、松川浩、ね、キャッチャードラフト1位、うん、ロッテで高卒でドラフト1位って初めてちゃう、キャッチャー、いや、全体としてあんまりなくないですか？そうそうそう、だから森とか住谷とか、うんうん、あとは中日にの選手もいたんだよね、昔キャッチャーでドラフト1位、はい、だから今そんなに多くはないですよね、城島とかね、うん、そうそうそう、中でね、はい、だからこれをね、ちょっと推測すると、はい、井口監督が前日かな、日曜日かなんかに、うん、あの公表はしませんと、はい、まあ、今年公表したのはね、西武の隅田君と、うん、あとはあのソフトバンクの風間君だけだったん で、はい、で公表はしませんと、うん、あのでも他のチームと競合になることは、うん、あの多分間違いないと思いますみたいな、はい、誰言ってもみたいな、うん、でこれを素直に受け止めるとしたら、うん、多分直前まで小園と迷ったはず、はい、あ、どうするか、はい、でまあ、9時になって引けなくなって、そこで松川も取れなかったら困るから
まあ、1巡目で単独に行ったら絶対いけるから、うん、まあ、ピッチャーは来年もいるし佐々木も取ってるし、うん、で去年鈴木も取ったし、でもキャッチャーなんとかしなきゃいけないし、もう松川で行こうって直前になった可能性もある。あ、当日1位をまあ絞ったっていう、うん、でもう一つの見方は、はい、強豪になるからっていうブラフで、うん、はい、それで言っといて単独ねっていうのの二通りあるけど、まあ、どっちか分かんないけど、はい、うん、まあ、そういう見方かなっていうところで、まあでもね、はい、迷ったのは迷ったと思うんだよね、うんうん、どうしようか、はい、でもまあ良かったんじゃない、やっぱ2位で、この松川君1位指名の裏にもう一つあるのが、はい、やっぱロッテが今2位なんで、うん、2位のウェーバー順2巡目が全体の10番目になるから、うん、はい、その10番目までにやっぱ残ってない可能性もあるから、そうですね、2巡目でね、楽天はね、うん、この安田君キャッチャー取ってるしね、ここがもしかしたら残ってたら松川君、松川君なってたかも、可能性も、うん、あるしね、はい、だからそういったところでひょっとしたら取られるかもしれないっていうところで、松川君をもう先に行ったっていうね、うん、こう動き見てたら、はい、2位ではやっぱ取られるかもしれないぞっていうところで、うん、まあ、1位になった可能性もあるんで、確実に埋めていくと、そう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 、うん、でも高校通算43本だからね、はい、まあ、非常にいいよね、うん、だから俺はね、月曜日の動画でね、はい、あのロッテのキャッチャーはパッとしないからね、はいはいはい、今パッとしないぐらいに言いましたけど、結構厳しいこと言ってましたよ本当に、うん、まあ、それが悔しかったら結果出せっていう、うん、そうですね、はい、まあ、だからでもこうやって1位でキャッチャーを取るってなると、うん、やっぱり現役キャッチャーをこう注目しちゃいますよね、あ、そういうことかっていうのは考えますよね。でも俺がまだ1軍でバリバリ出る前に、うん、ロッテの時も近大から田中将彦、はい、であと工学院から辻、はい、金ちゃん金沢はいつだろうな、俺が入もう一軍になってからかなる前か分かんなかったけど、うん、そこ入ってきてるからね、はい、資格が、でもそれを蹴散らして俺はレギュラーになれてるから、うん、だからその今いる選手たちもこの松川入ってきたからって、うん、だからどうしたんやみたいなね、そうですね、でいう思いでハーフだけんじゃねえぞぐらいで頑張らなきゃいけないよね、うん、でもこの松川君にはもう今すごいいいチームに入ってる、はい、ちょっと頑張ったらすぐレギュラーよ、はい。まあ、今薄いっていう意味では、うん、そうそうそう、うんうん、ちょっと頑張ったらすぐレギュラーだから、うん、でしかもウチャはもう打ったらもうすぐレギュラーだから、はい、打つやつ全然いないからね、ですね、うん、高校卒業したキャッチャーでも森選手みたいに、うん、もう高卒2年目ぐらいからボーンって出てくる可能性もありますしね、うん、あるね、だからそういった面ではね、まあ、ここからしっかりね練習して、はい、今ね、うん、このプロ自主トレ来るまでにもしっかり練習して、はい、あの必死に頑張ってもらいたいなと、うん、で2位がね、はい、池田ライト選手、はい、国士舘大学から習志野高校だから福良さんの後輩だね、うん、内野手右っていうところで、はい、まあ、ロッテはね右の内野が少ないのよ、うん、左ばっかりなのよ、はい、まあ、小川とか、まあ、平沢で藤岡、うん、福田とかね、うん、左ばっかりなのよね、はい、内野手が、うんうん、でそこ で右がねあの中村と三木ぐらいしかいなくて、はい、うん、まあ、二軍には西巻とかねいるけども、うん、でそういった中でやっぱ右の内野がいないっていうところで、でまあ、であとマリーンズジュニアらしいのよ、へこの池田君はね、うんうん、だそういったところで、まあ、取ってきたのかなっていうね、うん、ちなみにこのライトって名前は、うん、本当にあのライトのライトなんですよ、うん、センターライトレフトのライトで、でも内野だよ、はい、あ、これなんで、うん、ライトから昨日番組の特集でやってたんですけど、うん、お父さんが野球やってて、うん、でお父さんがこうライトにホームラン打ったんですって、うんうん、でその時の実況が池田ライトへみたいなので、うんうん、お母さんが池田ライトにしたんです、じゃあもうセンター打ってたら池田センターなんって言ってました、お母さんがセンターに打ってたら池田センターにしてたかもしれませんって言ってました、じゃあセカンドゴロ、じゃあ三振だったら池田三振、いやそこはつけないじゃないですかホームラン打ったからですよねレフトに打ってたら池田レフトだったってことですよ、そうなの、はい、ランニングホームランだったら池田そう、池田そう、池田そう、ちょっとテレビで中継されて、うん、池田ライトへみたいなので、うんうん、あ、もう池田ライトだってなったって言ってました、はい、でもね、それでまあだからそこが多分狙い目かなっていうところで、はい、まあ、分かるなっていうところと、うん、ちょっと懸念もあるのよ、何ですか、うん、あの別にこの池田選手がどうとかじゃないけど、はい、同じような選手取りすぎっていう、ああ、そんな似てますか、いやだからまあ右左で違うんだけど、うん、ここ数年で、はい、内野めっちゃ取ってんのよ、はい、藤岡、はい、福田、うん、平沢、うん、中村、うん、去年もね、うん、ドラフト3位で国学院から内野手の小川流星取ってるわけ、だからその、うん、右左はあるけども、はい、その同じポジションをいっぱい取ってて、うん、誰も出てきてないんだよ、はい、そこどうなんやっていうね、
だもう今年そうダブつくよっていう、まあ、そうですね、うん、だからそこら辺どうなのかっていうところはあるけども、まあ右っていうね、はい、いうところでまあまあじゃあいいかっていうね、うん、思いもあるんだけども、はい、まあ多分そういうところなんだよね、はい、で3位に広畑ね、広畑投手もうちょっとね、だからこれねドラフトのね、はい、ボーイトットの見方として面白いのは、うん、はい、メディアとかがいいって言ってる選手と、はい、球団のいいって思ってる選手のこのギャップまあですね、だって広畑なんてもうメディアとかの情報だともう 100%1 位で、そうでも競合するんちゃうかっていう感じで言われてたのに、はい、3位そうだから1位に選ばれなかった時に、うん、2位のウェーバーのヤクルトぐらいで来るかなと思ったら来なくてね、ええーっつったら3巡目で、はい、あここかってね、うん、だからまあね、うん、後輩だから俺だ、帝京大学、あ、そっかそっか、うん、はい、だからまあいい形だね、うん、まあ俺はリリーフ向きかなって思うけど、うん、まあ、本人ね先発、はい、あのやりたいっていうところでね、まあどうなるのかっていうところはあるけども、はい、まあ三巡目で残ってラッキーなのか、うん、本当に実力をちゃんと見たいね、そうですね、うん、うん、まあでもいい形だね、だって前評判いい投手がね、はい、あのこうやって3位で取れて、そうですそうです、でまあすぐに使えるっていうところで、うん、でまあ、あのロッテはねそもそもピッチャーがそんなに層が厚くていっぱいいるわけじゃないんで、はい、ピッチャーと捕手取った方がいいっていうところでね、うん、まあ、この1位2位3位で2人取れてるのが大きいよね、うん、もう来季ねすぐでも活躍してほしいですね、そうそう、で4巡目が秋広星雲、はい、秋山、あ秋山、はい、あそうだ、秋広はあの先輩だからそうですね、あだからあの巨人にとって秋秋コンビで二松学舎で頑張ればいいって俺言ってたんだよね、そう言ってましたね、うん、はい、ピッチャーね、うん、高校生、はい、でまあこちらはね、まあここから育成だね、まあ、やっぱこう、うん、だから若いの取った方がいいと俺は1巡目取った方がいいかなと思ったけども、はい、まあ、こういったところで長身のねピッチャー取れるっていうのもね、まあいいよね、はい、で5位が八木明、うん、和歌山、はい、三菱ウエスト、はい、投手、うん、でこの森と八木の2枚看板なんだね、はい、で152キロの直球と落差のフォーク、だからリリーフタイプかな、うん、感じで言えばね、そういう感じですかね、うん、まあ、即戦力というピッチャーですね、うん、で育成で田中風紀、朝日果実業、早見翔太、うん、BC 富山、長島田、キラト、立花学園、うん、で村山亮介、幕張総合、うん、っていうところで4人で、まあ、1人大卒から BC 留学、はい、であとはまあ高校生でね、うん、まあ、未来に向けてしっかり、ね、やっていこうっていうところで、まあまあ全体的には大味な感じはしないけど、うん、まあ良かったんちゃうかと思うね、そうですね、欲しいキャッチャーと即戦力で、うん、まあ前評判すごく高かった広畑投手も取れてという、うんうん、だからまあすぐ出てくるかもしんないのは八木かな、あリリーフだと、はい、もしかしたら池田ライト選手ももしかしたらガッともうキャンプ頑張って使う可能性もありますよね、中村翔吾を控えにして池田を出すっていうのはないと思うのよ、確かにそうですね、だから結局多分池田は来年もは2軍です、うん、はい、そうですか、うん、こんなにいいのにっていうほど結果を残せるチャンスがないと思う、はい、その来季に向けて、うんうん、でしかもあのすぐまたシーズン始まっちゃうから、うん、で多分怪我とかない限りこのままいったらもうセカンドは中村で多分ほぼ確定でしょ、うん、はい、で、まあ、エチバリアがどうなるか分かんないけど、まあ、藤岡も今年いい活躍してるから、うん、多分まあショートは普通にいったら、まあ、エチバリアの契約 あれで1億円はもったいないなって俺は思うんだ、うん、思うんだけど、はい、どうなるか分かんないんだけど、うん、あのまあ、藤岡今年頑張ったからね、はい、で、まあ、サードはどうして安田がね出てきてくれなきゃ困るっていう、うん、ところもあるけども、でファーストはレアードとかね、うん、が入るから多分でベンチに置いとくんだったらもう絶対ミキの方がいいのよ、はい、1年目で試合にも出ないのにベンチで置いとくのもったいない、うん、そうですね、経験積んだ方がいいですね、そうそう、だから俺はもう、うん、今のメンバーたちによっぽどのことが起きない限りは、まあ、2軍で育成した方が俺はいいんちゃうかなって思うね、うんうん、この1位2位もね、はい、でまあ秋山選手もそうじゃんね、はい、だったら広畑と八木ってなってきて、うん、まあ、多分広畑は先発で行くってなると、まあ、俺はちょっと頑張らなきゃいけないと思うから、もともとね思ってたから、はい、うん、リリーフだったらすぐ行けるかなっていうところはあるんだけど、多分ヤギの方がリリーフで行くんちゃうかって思うと、うん、まあ、後ろはね唐川、国吉、で千早、で増田とねいい形で今年も回ってるから、うん、でもその前をね狙うのが、まあ、田中もいいんだけどね、うん、こう最近ちょっと疲れてきたかな、はい、で、あの音もちょっとこうね、いい時と悪い時がはっきりしてるし、まあ、ハーマンがパッとしないし、はい、っていうところですぐにそこら辺のこの5回とかのこの、うん、あの方程式の前ぐらいを担うピッチャーにひょっとしたら入ってくるかもわかんないから、うん、この野球の方が早いんちゃうかなっていうところもあるけども、まあ全体的には育成だね、そうですね、うん、はい、
っていうような感じ、うん、まあでもこれを松川君取れたっていうのはいいと思う。いや本当にここはね戦略勝ちだね、はい、やっぱ2巡目だったら上は遅いから残ってないと思うからね、うん、まあそういった意味では、まあ、今の体勢で戦いながら、うん、その穴を広畑と八木で埋めれるかなっていうところが俺は勝負だと思うね。はい、はい、まあ来年も楽しみですね。そう思う、ね、そうだね、はい、あとはもう松川君のもう5年後が楽しみだね。ああそうですね、どんな大型キャッチャーになるか、ああ、うん、本当ね、はい、おじいさんはタイガースファンでも本人はマリンズファンらしいのよ。え、そうなんですか。そうなんか聞いたところによると、どうしてそんな違うんでしょうね、タイガースとマリンズ。やっぱあれなんじゃない、2005年見てておじいさんと、はい、あらやっぱりっていい、ね、2005年何歳ですか。だってまだ今17歳でしょ、うん、2005年1歳とかじゃないですか。2歳になってるから1歳、1歳ちょっとああでも2歳だよ、10月生まれだから2歳になってる。2歳ぐらい、2歳で見てたんですか。そう2歳見てておじいさんと見てて、うん、マリンズってなったかも分かんない。絶対見てると思うんだよおじいさんは2005年の日本シリーズを。そうです、うん、で一緒に見てるこうやって抱っこしてて、うんうん、で10点10点10点3点で、はい、あの33対4っていう全体的な試合になって、はい、うん、その時見てたと思うの、はい、やっぱりマリンズみたいな感じでその時にこの埋め込まれてるかも分かる。2歳の時にこう入って、うん、そう、うん、で、はい、あの小学校1年生になった時に、うん、下克上のロッテ見て、はい、うん、やっぱりマリンズって思ったんですか。そういうことにしておきましょう、うん、で最近はね、はい、あの和歌山の、うん、あの OB の増田とかがね、はい、頑張ってて、うん、多分和歌山で放送されるから、うん、やっぱりマリーンズってでなんか高校が一緒なんだよね、なんか名前が変わって、うん、増田の時と、はい、なんか一緒っていう話があって、へだからやっぱりマリーンズってへ、じゃあちょっとあの取材していただきたいですね、その真相はどうなのかっていうね。そうだね、はい、うん、なぜマリーンズファンなのかっていうところを知りたいです ね、うん、 そ, うね、うん、それは知りたい、はい、だから2歳の時に、はい、それ確かめたいです、ね、2歳の時に覚えてないですよ絶対。いやだから覚えてないからこうなんかこう真相心理にビデオで捉えた可能性がありますね、うん、こうね、終わっちゃったかもわかんない、まあ、そうですね、うん、まあね、でもみんな頑張ってもらいたいですね、はい、はい、楽しみですね、はい。